のさ、うん、レイジのファッションっておしゃれなんだよね。ああ、これね、買った、お気に入り。個性的だよね。ありがとう。これ菅田将暉が着てたから買ったんだけど、かっこいいでしょ。ああ、確かに菅田将暉が着てたらかっこいいね。これ古着屋10軒ぐらい回ってようやく見つけたんだよね。おい、おい、何やってたの。ちょ、ああ、こんにちは。こんにちは。俺と同じ服着てるじゃねえか。あ、ほんとだ、おそろだ。そうですかね。そうですかね、とはどうか、どうか、同じじゃねえか。うん、どっからどう見ても同じ。違うな、俺たち、うん、そうかな。この服いいよな。俺これ毎日着てんだよ。毎日、これお気に入りだから毎日着てんの。いや、まあ僕は適当に服選んだだけですけど。さっきお気に入りって言ってたじゃん。いや、まあこれ俺あんま服は興味ないんだけどさ、これいいよな。いや、俺も服興味ないけどな。嘘じゃん、古着屋10軒回ったって言ってたじゃん。あ、なんかちょっと肌寒いな。みずきちゃんのジャケット貸してくんない？やだよ、なんでよ。寒いから。絶対恥ずかしくなってるじゃん。このおじさんとおそろで恥ずかしくなってるじゃん。じゃあお前俺の貸してやろうか。あ、結構です。即答するじゃん。いいから貸してやるって。これ何してんの。俺何やってんだ。はい、これでおそろじゃない。おそろではないけど、もっとダサくなったよ。